今井さん、これ…え、あ、この前言ってた衣装、わあ、できたんだ。見せて見せて。あ、はい。これが私のか。みんな少しずつ違うんだよね。全員分できたの？はい。今日の練習の初めに皆さんにお渡しできればと。生地から全部凛子が選んだんだよね。すごい手間だよ。ステージでは動いたり演奏したり歌ったりたくさん運動するので、少しでも着心地のいいものを着てもらいたくて。その情熱が感動だよ。ロゼリアに全てをかけてるよ。え、こんなところにまで刺繍入ってる。私こんなのできない。凛子って裁縫どこで習ってるの？ネットとかで全部独学で。間違ってるかも。これ教室とか行ってないの？超人じゃん。はあ、すごいな。マジで。あの、今井さん縫い物されるんですか？あ、私は服とかはリメイクが限界。どっちかって言うと、その…ぬいぐるみとか好きなんだよね。編みぐるみとかつい編んじゃ似合わないよね。恥ずかしい。そんなことだって、ギャルが編みぐるみだよ。なんか変じゃん。だからあんまり人には言ってないんだ。言えない気持ちはわかります。私もまさか自分の縫った服を誰かが着てくれるなんて。私、思っていた以上に嬉しいです。今井さん、楽しそうにしてくれて、自分だけで楽しんでいた時よりずっと。今井さん、着心地悪いですか？ああ、違う違う。私もね、ぬいぐるみに関しては凛子と全く同じだなって今思って。私も今度みんなに編みぐるみ作ってこようかな。なんちゃって。そしたら凛子もらってくれる？もちろんです。よっしゃ。いやー、私がまさかこういうヒラヒラっていうかリリカルっていうかな服をね。気に入らなかったでしょうか？ああ、いやいや、なんか今まで無意識に避けてたのかもしれないなって。やっぱり好みじゃ。違う違う、こういうのはユキナの方が合うって無意識に避けてたんだよね。ロゼリアの音楽ジャンルそのものでしょ、こういう服って。だからどっかで私なんかが真正面から向き合っちゃいけないんだ。ユキナの方が全然真剣なんだからって。でもこうやってリンコが実はピアノ弾けるってロゼリアに入ってくれて、一人で作った服をみんなに着せてくれて、私も避けてばっかりじゃダメだなって思った。そんな、いつも私と違って積極的で。臆病なのは私も一緒だから、凛子に衣装もらって勇気出た。これからは自分の好きなものに、大切にしたい人にもっと素直に向き合いたいよ。大切な人ともっと仲良くなれるといいですね。